次はお化け屋敷に入りましょう。あ、はい。大丈夫です、偽物ですから、怖くないですから。お化け屋敷ってこんなにいいものだったのか。さすがボクサーですね。いや、あのさっきの話なんですけど、学校帰りに家の前で会ったっていう、偶然じゃないと思うな。真柴さん、久美さんが心配で待ってたんじゃないかな。今日のことだってもしも知ってたら絶対心配で。知ってますよ。え？大丈夫ですから、全部偽物ですから。兄さんがいたような気がして。もういくら兄さんでもそこまでしませんよ。そうですよね、幻覚ですよね。はい。